ここら辺か。トリア。ああ、こんがりいって、こんがり焼いて、ドニュン。はい、皆さんこんにちは、ピカーです。ライズオブザトゥームレイダーやっていくよ。よし、やっていこう。そしたら、武器は今、なんでそれ持つの？なんでそれ持つのっていうか、空き缶かよ、あれ。アイテムじゃねえんだ。死んだら、ジャンピン。これ取って、これも取って。で、これは臭いけど取ってと。これでまだあっち行きたいんだけど、この上行けそうだったからジャンプできそうにねえよなと。いっか、行こう行こう。で、このゲームはね、まあ、だからこれやめろっつうの。このゲームは、まあ、こういうゲームはアンチャーテッドも個人的にね、ステルスゲーム、ステルス性をもうちょっと強くしてほしいんだよな。どっちが正解なんだろう。これはなんだ、これ無理なのか。わ。で、こっちもいけるぞ。これなんだ。何なんだよ。ごめんね。あ、これであっち行けばいいかな。こっち行こう、ついでに。どっちが正解？こっちだな。横から登るだけ。で、こっちはじゃあ何だった？あれ？あ、これ。違法性の高い仕事を受けてしまったことは分かっている。お前が不満に思っていることも分かっている。だが断れなかった。ずっとトリニティ教団の仕事がしたかったんだ。彼らは独立していて金払いもいい。仕事だって豊富にある。で、今ここにいるんだが、もう逃げ出したい気分だ。俺たちが今いるのは人里離れたソ連の廃棄施設だ。下っ端には正確な情報なんぞ与えられていないが、ヤバい連中が核兵器を手に入れる手伝いをするのかもしれない。そうでなくてもヤバいことに決まってる。正直なところそれが一番楽観的なシナリオだ。このメッセージが届いたらメールをくれ。安全なネットワークチャンネルを確保できた。こんな任務だからもっと高いセキュリティが求められるだろうに。逆に言えばそのために俺を雇ったのかもしれないな。よし、
あっち行けばいいんだね。これはあのスイングか。ポン。よいしょ。で、聞こえるか？なにこれ？あっち行けなちゃん。ジェイコブ、ジェイコブ。もう中にいるわ。あっけないもんだが、活動記録を見せろ。金庫のことが書かれてたような。え、なんか恋したんだけど。ここか。セミニー目録によると、ソ連人は貴重な埋蔵品をこの金庫に保管してたらしい。開けようぜ。溶接装置はあるか。おい、よく。よし、他の奴らは何も触るな。おい、出て大丈夫なのかよ、お前。全部鉱山から出てきたもの。ああ、最後の報告書によると、発掘現場を見つけてすぐに作業は中止。その混乱に乗じて暴動が起きたに違いない。だいぶ古そう。文字もロシア語じゃない。どこの国のもの？ギリシャとモンゴルのが混在してるな。ただの蝶つがいに大げさな。大げさじゃない。ほら、溶接してある。時間がかかるぞ。コンスタンティンが、俺が確認する。どこが？え、ちょっと待って、俺作ってねえか。だっせ、失敗した。これはな、何もない。異常なし。コンスタンティンが来る前に開けようぜ。どうかんだが、これ以上早く溶かすの。敵の襲撃だ。矢を作りなさい。火炎瓶、火炎瓶作らないで瓶投げてんだった、アホ。これ爆発すんの？これあれだろ、コンプレッサーだろ。ガソリン入ってるっちゅうことか。ガソリン入ってっから爆発するよっちゅうことか。ちょっと勉強しとこうね。それも使えるのかな。あー、なるほどね。あれも爆発するんだ。わかった、覚えていくよ。で、加算かい。このバッテリーは何なの？弾なんだ。バッテリーじゃないんだ、弾入れか。で、ここにも瓶ある。あ、これね。これはただここで R1 を押してもダメなんだね。平ってこうなんだ。なんかガス漏れてない？え？ガス漏れ？何？大丈夫か？え、なんで見つかってんのかな？やられたぞ。あれは？あれガス漏れか？援護しろ。ああ、撃つだけでいいのか、火炎瓶じゃなくて。いるか。いねえな。でもこの音楽何？
まだいるっちゅうこと？一応ライフルにしとけ。じゃん。これでいいな。まあもう見つかってるっちゅうことか。グレネードを投げろ。あれか。あちち。どこ？集中砲火よ。あれあったか、爆発物あったか。いっぱいです。どういくの。あ、上かな。くそ、また瓶投げちまった。なんだと。熱で。殺せ、すぐに。なんなんだこれ、どうやればいいのこいつら。おい、本当かよ。これどうやればいいの。今瓶取ったんじゃないのかな。瓶取ってよ、勘弁してくれよ。瓶取ったろ。あ、瓶取れ。なんでよ。お願いだっつーの、瓶取ってよ。もう俺死ぬやろ。裏返るわそんなもん。お前ふざけんなよ。え、なんなの俺。 R1 で作ったよ、長押しかよ。ごめんね、本当にね。あれ？なんで死んでんの？ほんと裏返る、ごめんね、マジで。取るのは普通の資格だと思うんだがな。長押しじゃないやろ、取るの。ほんとに申し訳ない。コンピューターは命令した通りにしか動かんと思うが、
長押しじゃないと思うんだがな。これでどうするの？あ、ここか。うん、ちょっと練習しよう。長押しじゃないよな。取れるやん、取れるやん、お前取れるやんか。なんで瓶取らなかったんだ。死ぬやろお前そんなことしたら。ナイスショット。今や助け合うのがお約束だな。ありがとう、無事でよかった。ああ切れたわ。あそこを通るの？瓶取れないのよあなた。ああ中にはもっと敵がいる。君が来ることはない。簡単には引き下がれないわ。私には答えが必要なの。ならば早速行こう。この道を行けば山を越えられる。ソ連軍がここに来て発掘を始めるまで私の仲間はここを通っていた。もうとっとと行きましょう。彼らはここで何を見つけたの？好奇心を刺激する何かだ。さらに深く掘るために機械や爆発物を使い、こんなもん顔面神経痛になるわ本当に。古い道の奥は崩れたが今ああ顔面神経痛よ。安全だった。今は違うのね。トリニティは昔の発掘設備を見つけたんだ。ソ連人がやりかけたことを終わらせるつもりだ。他に通れる道はないのね。残念ながら今はそうだ。そのためにややこしい。どうした？呼べよ。疲れたわ。ナッテロ、ワイヤーが不足してるが、なんとか繋げそうだ。もうちょっとだ。あいつら、なんかここを完全に潰す気が。殺しまくるゲームしたくなってきたわ。なんかないっすかみんな、皆さん。あの機械は細かい作業に向いてない。こっそり通過しましょう。本当にな、本当には。すげえ！ジェイコブ！ソフィアに伝えろ！トリニティが来たぞ！何？また俺切れるの？また、うん、なんかいるぞ。なんかいるよ。走ればいいのかな。あ、これなんか人影いたけど、あ、誰？ジェイコブ？お前死ぬなら死ぬって言って、先に先に死ぬなら死ぬって言って。死んでる。回復して。走ってくれないかな。どうすればかわけわからん。ああ痛いわ。あー頭きたわ本当に。ため息の連発よ。ジェイコブ、無事なの？聞こえる？もしもし、もしもし。くそ、本当に嫌な予感、切れる予感もするわよ。上にもいんのか。上にもいらん。来た時と同じ道は通れないか。エレベーターを直さねえと。分かってる。今やってみてる。あの瓶とかなんかないんですか。あいつ死に。エレベーターのガイドレールが錆びて引っかかってる。あ、待って。爆発物かあれ。違うよな。あいつどこ来るんだろう。あいつ上はあっち向いてるね。あいつどうすりゃいいので、出会い頭の三角、これ見っからんよな。瓶も何もねえもんな。
ルメットかやっぱ気のせいやよ気のせいやよ気のせいやよ静かにして。死者だ。あ、そう、死んでるんじゃなくて寝てるの。気のせいよ。ねえ。どうすればいいんだろう、この野郎。気のせいよ。任務に戻りなさい。ヘルメット取れたのかな。もうあれはやるしかねえか。戻らないんだろう。まあまあ普通にこれでやれ。瓶も何もないもんね。撃つしかないわね。これは何なんだろう。制御盤を試してみよう。これ何できるの。何のための光ってるのこれ。ちょっと分かんないな。制御盤試してみよう。あ、こ光ってる。で、キノコ。キノコいっぱいか。なんか来そうだね。嘘。今度は何？今度は何よ、マジ。本当に。今度は何なのよ。あ？オブジェクトには動かせるものがあります。はいはいはい。ああ、道理でこう、これが光ってるんだな。こっちか、あっちかっちゅうことやね。あ、あっち登るっちゅうことか。ちょっと邪魔よあなた。あー、本当にもういいよ。バツボタン押してるやろ。え、まだじゃないよね。なんでそっち行くの。落ち着いて。うん、落ち着いて。あそこまで行かないと。これはなんだ。ナイフ。あー、もらうわ。ぶっすりし放題よ。ぶっすりよ。これよ、ぶっすりよ。さっくり。このロープを切るのかしら。これは何？あのロープを切るのかしら。あー、なるほどね。わかったわ。さっくり。もっとよ。あー、本当に快感。次はこう下降りればいいのかな。これ降りて大丈夫なのかな。で、あ、こう登るのか。なるほどね。で、登るの？違うね。あ、こっちか。わかった。カマキリよ。で、あっちやな。で、まだ左か。上行って左か。うん、分かった。こうよ。経験値もらうわ。遺跡の発見以降、我々はいかなる指示も受けていないため、
できるだけ早急にこの声明書に対する返答をいただきたい。遺跡から回収した埋蔵品及び文書の調査は継続中。およそ信じがたいことではあるが、我々は伝説の都市キーテジの遺跡を発見したのではないかと思われる。救世主に関して言及されたものが数えきれないほど存在しており、私の解釈が正しければその救世主とは10世紀にビザンティウムから姿を消した預言者のことのようだ。そして碑文によると、その預言者は偉大な力を秘めた品を携えていたという。当分の間、通常の採掘作業は休止することにした。この謎の預言者に関する真実を突き止める所存だ。弓は作っておきましょう。大洞窟に重機を配備した。何なんだよこれ。たとえ古代の塔を破壊することになろうとも、我々は寺院とおぼしき場所への侵入路を確保する予定だ。数百点の埋蔵品が回収及び分類されたが、この間2名の警備員が鉱山にいて行方不明になった。私個人としては先住民の捕虜が怪しいと睨んでいるが、彼らは失踪した警備員の行方は知らないと主張している。我々は捕虜を厳しく罰しているが、彼らは反乱を起こすつもりではないかと危惧している。危惧ってなんだろう。危惧って警戒っちゅうことなのか。難しいね。あ、ここなんか落とし穴ありそう。危なかった。私はニュータイプよ。また離れ離れだわ。ジェイコブにはどうか生き延びていてほしい。今自分がどこにいるのか正確にはわからない。早くもこうした状況は私にとって普通になりつつある。ハンドガンあんま使わねえな。生きるか死ぬかの戦いなのに。小型カバン。希望に満ちているのはなぜだろう。これ使おう。なんかこのマークいっぱいです、いっぱいですばっかだから。とりあえず。預言者の失われた都市の一部に違いないわ。あ、これペケなってんのか。話はどこまで真実なんだろう。ちょっと神秘の源は。あ、どっちみち、あ、ハンドガン。本当にここに。武器、弓矢。これはストリングノック。俺ポイントないの。あ、ペケ鳴ってるね。はあ、これはあの川がないのか。ほんと、そしたら、あれだね、バックだね、まずは。まずはバックだわ。バックいるわ、バック。ララー的な装備は何なんだろう。まあまあ、わからん。スキル。ダブルショット弓をいっぱいに引いてズームインし、ズームインしないといけないの。ターゲットに短時間武器を向けることで複数の敵をロックオンできる。放った矢で同時に複数の敵を射ることができる。赤色のロックシンボルはロックオンしたターゲットを示し、ふんふんふん、右側の人のね、うん、インジケーターの位置は発射時に攻撃する部位、体または頭を示す。なるほどね。そしたら頭ロックオンすれば頭に行くっちゅうことか。条件は複数の敵を、ターゲットに短時間武器を向けることでか。向けることでだけでいいのかな。弓をいっぱい
ぱいに引いてズームインした状態でターゲットに短時間武器を向けるのか、うん、そしたらその引いた状態を維持できる能力もまた必要になるね。これうまいこと使えるようにするには、そしたらそれもちょっと注目していこう。必要ねえなって思っていたが、うん、これやね。これもなんかヘッドショット狙うのに良さそうだな、これ。うん。まあ、どういうふうになるかちょっとわかんないけど。行こうぜ。素晴らしい。すごい遺跡だわ。近道ドアを破れ。ドアを破るとこ？ドアを破れ。あのドアか。あのドア破ればいいことか。臭いわ。あいつは臭いわ。かなり臭いわ。これは何？これ何？瓶か、それともランタンか、経験値か。長押しでスモークグレネード。わかったよ。これは何？これ何？これがグレネードなのかな。分からん。どこにいる。周りにはいないやろ。真正面にいるっぽいね。真正面にいるよね、あれね。まあまあまあ、弓で十分っぽいが、弓で十分だよ。だよあいつ。あれ弾丸は通すのかな。ちょっと一応これ持っとけ。であっちだろ。この壁壊せるの。壊せないね。下はいないね。よし、経験値もらうわよ。どうしよう。何としても早急にこの声明書に対する返答をいただきたい。もっか我々は物資及び増援部隊を必要としている。現在大規模な反乱が進行中であり、採掘場及び周辺設備は捕虜の手中にある。報復として先住民の捕虜の集団処刑を命じた。うまくいけばこれらの反乱者は同族を救うために武器を捨てて降伏するだろう。はあ、幸福ですって。じゃあ瓶割れたのか。あ、待て、ここにいるぞ。これはね、これはスモークグレネードよりも火炎瓶の方が良さそうだ。これじゃない。あ、ここに瓶あった。これだ。
こえた気が確認してくれ。遠くに行くな。瓶まだあっかな。あれは。え？誰？お前ね、お前軌道違うっつうのお前。何走ってきてんだよ。あれはただの頭だよな。であれは何人いんの？2人か。こっちはヘルメットかぶってんな。じゃあ無理やな。まあそしたらあれこそ本当火炎瓶でないとね。スモークグレネードもいいかもしんねえけど火炎瓶の方がいいと思う。あの状況は、うん、ここに瓶あるじゃねえか。ガソリンタンクもあるじゃねえか。ただガソリンタンクはあこまで届くかどうかちょっと試してみたい気がする。まあそれはあいつらが死んでからでもいいから。着火。ここらへんか。トリア。ああ、うん、こんがりいってこんがり焼いてドニュン。工作ツール。アップグレードツール。すべての武器のアップグレードレベルを新たに解除します。武器のアップグレードはベースキャンプで行います。はい、これ作っとけ。よし、30。これ取れる？これない、まあ、これ持ってっとけ。これカンカンか。これカンカンやね。あかんあかん。これあかん。これはあかん。これやろ、スモークグレネード。何なったの？なんか止まったぞ。経験値もらえば。今となっては我々の通信が妨害されていることは疑う余地もない。私の電報はもうかなりの間そちらに届いていないのだろう。だがこれが私の任務であることに変わりはなく、今後も発信し続けるつもりだ。先住民に心理的な圧力を加えるために同族の者を処刑するや否や、我々の複数の前線が攻撃を受けた。我々の予測をはるかに上回る数の先住民がいる。これらの者が山の反対側からやってくることは明らかであり、数年にわたって慎重に反乱の準備を整えていたようだ。我々には電気も水もない上に冬が到来した。ここに残っている我々は間もなく出発する予定だ。貨物列車でできるだけ多くの記録や埋蔵品を運び出すつもりでいる。貨物列車？弾は取れないな。で、これ渡っていくのか。したようね。そうよ。こっち行けんの？え、あれに重みつけて
これを引き破るっていう感じかな。ということはあっちもやな。あっちから行くか。あれはトラックを落とせばいいっちゅう感じやが、私が帰ってくる紐があるかどうかっちゅうことですね、問題はね。うん、どっちから行ってもいいだろう、別に。すまねえだ。これ、自分が乗ってすぐ移動しなければいけないっちゅう感じやね。おい、こっちやろ。早く行ってくれ。行ってきます。ああ、本当に舐めてるの。え、私はララ。本当舐めてたら本当に。なんで飛ばないっつーのっちゅうことですよ。飛んだら違う方行ってやるし。私は押すわよこれ。本当に違うな。引いてこれまず邪魔なんだよね、これね。大体わかる。あれ、あ、長押しか。あ、長押したんだ。でこれ落としといて、あー、わかったぞ。これ引っ張ってぐるぐる回してロープ切ってガツンとやればいいんだね。了解了解、これはわかる。ああ、私はなんて大学教師かしら。本当に聞こ、本当にまさよ、本当に全速力よ。もうここら辺でいいやろ。離せ。ここか。きれい。パス。オッケー。本当に。やめて。やめてください。やめてください。で、こっからまた行くのかどうか。違うな。行く道あんのか。ここか。誰か今ちゅか。今チェンね。あった。いいのかなこれ。良さそうだな。左見て、あ、左か。うん、左っぽいな。誰かいる？っていうかここあれか。先頭あったところ。え？嘘でしょ？それお前嘘だわ。それ本当バトルフィールドやめてっつの。本当バトルフィールドやめろ。回復しろ。わかった。取れ。回復して。
ダメだ。バトルフィールドをデッキだよ。お前バトルフィールドならバトルフィールドしたい。ズームレーダーでこれはやめて。こんな寿司これ本当嫌。アンチャーテッドのね、古い作品かな。俺3は砂漠のアトランティスだったかな。あれはね、そんなにもうバトルフィールド見たいようなことなかったと思うんだよね。で、面白いゲームだなって思ってたんですよ。まあ、ステルス爽快みたいなね。まあ、ステルスゲームだけ、ステルスゲームはそんなにも好きではないが、なんかアンチャーテッドのステルスはハマったね。まあメタルギアソリッドもステルスゲームなんですが、まああれあれもねボッコボコにされて、まああんまりちょっとハマらなかったけど、まあアンチャーのステルスは面白いって思った。ただなんかね、そのシリーズ進化していくにつれて、進化というか進むにつれて、なんかバトルフィールドっぽくなってるんだよな、時たま。バトルフィールドの装備なけんとこれはできねえだろっつみたいな、これよ、翻訳できないわ。何かを示してるみたいだけど、ビザンティンの文字ね。でどこ行けばいいの？こっちか。弾いっぱいね。ちょっと待てよ。はい、それではね、今回はここまでにしておきます。ではまた次回お会いしましょう。またね。